どうも、会長です。仙台いい店、今回は一番町柳町通りにある酒秋月をご案内します。場所はおでん構造と同じビルの3階。それでは参りましょう。こんばんは。酒秋月さんはいつオープンなさったんですか？はい、2016年の9月にオープンいたしました。やはりバーですので2次会、3次会で来ていただく方が多いんですね。最近では5時からオープンしておりますので0次会使いという方お一人様で男女ともに来られる方が非常に多くなっております。おかげさまで常連の方々、もちろんなんですが、そういった方がご紹介っていうお客様がかなり多いんですけども、雰囲気としてはそのカジュアルなバースタイルっていうかバーなので、今ですと SNS を見て来てみましたとか、あとは通りがかってずっと気になってたんだけどちょっとこう勇気を持ってドアを開けてみましたっていう、なんかそういった方も多いので非常に嬉しいです。ハイボールが非常に人気でして飲まれる方が非常に多いですね。それから何といっても自分が福島市の出身なものですから、福島市にあるクラフトビール道の区福島地ビール園のクラフトビールを毎回樽代わりで楽しんでいただいております。自家製のレモンシロップを使ってレモンサワーですね。レモンシロップにはアルコールが入ってないんですけど、そしてベースをいろいろアルコールのベースを変えて皆さん楽しんでいただいてたりとか、あとは最近ですとやはりワインですね。ナチュールワインっていうのを数多く今入荷いたしておりますので、そういったのを楽しんでいただく方も非常に多いです。フードメニューの方はいかがですか？はい、フードの方は何といってもカマンベールのアヒージョですね。お待たせいたしました、カマンベールのアヒージョです。これを皆さん本当に、食べていただいているというか楽しんでいただいております、はい、フラッと一人でも来られるところですかね、って言っても少し空いちゃったんですけど、はい、久々に来てもそんなに気構えずに来られる感じが好きです、はい、哲さんがこう顔を覚えてくれてるから行きやすいっていうのはあります。イケメンであるというところが一番、けど気取ってないというか、おソースとか言ってくれたり、こう何ていうかカジュアルな雰囲気、おしゃれな店内でかっこいいけどその親しみやすさがある、そのギャップですかね。例えば初めて、秋月行ってみようっていう方にはこうどういう楽しみ方をお勧めします？2階の構造さんすごく有名で皆さんいらっしゃってるので、その最初は例えば構造でお腹を満たして飲み足りないから秋月来て、その後はもう好きな方行ったり一緒に来たりとかだといろんな楽しみ方ができるかと思います。あ、いいな。お伺いしますが、この酒秋月の魅力ってどういうところだと思いますか？雰囲気
人、てっちゃんですね。雰囲気とてっちゃん。てっちゃんです。じゃあてっちゃんの魅力って何ですか？顔。最低。最低。顔。女性側からいかがでしょうか？この店の魅力、てあるいはてっちゃんの魅力。お店に入ってきて、お帰りなさいって言われるのはやっぱり嬉しいよね。あれはずるい。あれはずるい。いらっしゃいませじゃない、お帰りなさいっていうのはやばいね。使おうかな。そうですね、全然お酒が飲めないお客さんにもこうやって美味しいの出してくださるので、すごい気遣いが本当に素晴らしくてありがたいです。はい、そうですね、たくさんあるっていうか、まあ、シンプルですね。やはりいっぱいいっぱいを丁寧にお作りしてお出しするっていう、本当に当たり前のことをしっかりとやり続けるっていうことをこうずっとここに持ちながら、忘れないようにやり続けるっていうことですかね。カジュアルな雰囲気の中、マスターの哲也さんと語らい、美味しいお酒を味わう、それが酒飽き好きの楽しみ方です。お待ちしております。